木さん、2023年派、自腹スマホ、ガチレビュー台数が、日本ガジェット YouTuber で、1位。1年間のレビュー結果を一気に紹介してください。いつもご視聴ありがとうございます。今回2023年実機レビューしたスマホタブレットのレビュー結果を一気にご紹介していきます。2023年は初めてレビューしたものはメイズさんとかオナーさんとかフラッグシップとしては初めてアクオスとかですねレビューしてます。で実際レビューした端末に数えてみると49機種レビューしてます。2022年は40機種だったので若干増えてるという感じになってます。でこの中で実際購入した端末の台数ですけどなんと43台自腹購入という状況になってました。今回ですね、49機種の良いところ悪いところ、あと総合点数を一気にご紹介していきます。で、私のチャンネルの端末評価方針ですが、定量評価して、忖度一切なし客観的評価を目指して端末を評価しています。端末の評価っていろんな面あるんですけど、10段階10項目で100点満点で評価していて、ここに挙げてる画面とかスピーカーとか 3D のパフォーマンス、あと 2D のパフォーマンス、バッテリー持ち、総合性能、カメラの性能、冷却性能、質感とかデザイン性ですね。このあたり全体で見て評価します。なので、スマホの一部だけが良くても100点満点にいかないので、総合点数を取るには大変なんですけど、スマホもですね、ローエンドからハイエンドまでいろいろあるので、バランスがいいかどうかっていうのも、レーダーチャートで端末のバランス特性もチェックしてます。で、ローエンドからフラッグシップまで絶対評価で評価しているので、安い端末は比較的点数が低くなっていきますけど、高い端末でも点数が低い端末が要注意端末となります。あとコストは評価対象外にしていて、レビューを上げた時の結果をそのまま上げてますので、その後改善してる点数はちょっと未判明っていうことはご了承ください。それでですね、今回レビューした端末一覧、こちら49機種が出てますけど、スマホが44台、タブレットが5台となってます。特に海外系の端末をかなり評価しています。で最新の CPU とかですね、新しい技術搭載しているの私好きなので、そういった端末であるとか非常に魅力的に見える端末を中心にレビューしています。はい。でここからですね、49台一気にレビュー結果をご紹介していきますけど、今回エントリー、ミドル、ハイエンド、フラッグシップ4つのクラスに分けてですね紹介していきます。はい。ちょっと1年分なんでどこまで覚えてるか非常に怪しいですけど、思い出しながら振り返っていきたいと思います。じゃあですね、まずエントリーからいきましょう。基本的に評価した順番並んでるので最後の方は新しい端末になっていきます。じゃあ見ていきましょう。最初こちらブラックビューさんオスカル C70 ですね。これ1万円ぐらいで非常に安くて、ディスプレイが HD プラスで CPU、ユニソック T606 なんで基本閲覧重視で 3D 性能も限られた性能でほとんど発熱しなかった。最近だとメディアティックの G99 がエントリークラスとしては使い勝手がいいので、これからちょっとユニソックの CPU を搭載した端末っていうのはどんどん減っていくんじゃないかなっていうふうに私的には思っています。総合点数は1万円ですけど60点というので、かなりディスプレイもスピーカーもいろいろ限られているので、とにかく最低限の機能が欲しいっていう方向けのスマホだったというふうに思います。で次行きましょう。モトローラの端末ですね、こちらスナドラの480プラスで、31万点ぐらい出てるのでそこそこいい性能ですね。モトローラの端末、この CPU をですね負荷をかけないように HD プラスのディスプレイでステレオスピーカー、この組み合わせが絶妙で、その分軽快に動いて、しかも 120Hz なので、絶妙な仕様を狙ってきたと思います。エントリーながらもステレオスピーカーでマイクロ SD もすでに 5mm のジャックもついてるし、お財布携帯対応してるのでエントリー端末としては非常に良くてきた端末だと思いました。バッテリー持ちもですねかなりいいので、2D 普段使い性能を求める方にとっては魅力的な端末だったと思います。カメラはさすがに JN1 なので限られてるんですけど、バランスですねうまく考えられていて73点で、そこそこ点数もいい端末になってました。じゃあ次行きましょう。あとドゥージーさんのですね T30、 今年ヘリオ G99 がかなりエントリーメドレーのところで展開されて、この G99 のチップは非常によくできていて普段使いに関しては問題なくて、今回この T30 Pro 4G とか一応 GPS も対応しているので、ナビでも使わせてもらったんですけど、非常によくできていて、しかもこの T30 Pro はディスプレイが 2.5K なんですね。なんでそこそこディスプレイの性能も良くて、 3.5 ジャック、マイクロ SD、 スピーカーもクワッドスピーカーもかなりフルスペックで入っているのにもかかわらず、値段がですね、3万円ちょいで買えるってことで非常によくできたタブレットで、バランス性能が非常にいいっていうところですね。普通に使う人にとっても十分で、点数自体は65点で高くはないですけど、エントリーミドルの安いタブレットとしては非常に完成度が高かった端末になっているので、今でもおすすめできるタブレットだと思います。じゃあ次行きましょう。
で、Redmi Note 12R、こちらはですね、日本で Redmi 12としても発売された端末で、私が評価した時は中国版だったんで GMS と非対応だったんですけど、今日本で発売されている Redmi 12はですね、お財布携帯もついていて、このような性能になっています。まあ、閲覧端末に割り切っていて、バッテリー持ちが非常に良かったという感じですね。普段使いも、まあ、そこそこ快適ですけど、スピーカーがさすがに厳しかったっていうところが辛いところで、まあ、カメラもかなり厳しいという感じですね。で、残念だったのがこの法人2が 3D 性能がかなり落ちているってところで、このあたりがもう本当閲覧に割り切ってしまったってところが残念ポイントで、点数が65点とになってます。最低限の閲覧端末としてはそこそこデザインが良かったってところが、まあ、いいところと思います。で、こちら最新のエントリー Redmi Note 13、おそらく日本に来るだろうと言われていて、2万円ちょいという端末ですけど、まあ、この端末がすごいのはディスプレイとカメラですね。1億画素対応でディスプレイもかなり強縁なんで、ハイエンドみたいな見た目していて、ポイントは重さが軽いっていうところですね。 173g なので、普段使い重視の方にとっては、まあ、下手したらミドル端末を食ってしまうぐらい完成度が高い端末だと思います。点数もですね、71点になってます。エントリー最強とも言えるぐらいの端末性能ですね。まあ、カメラとかはちょっと解像感が足りなかったりとか、スピーカーも厳しかったりとか、あとバッテリー持ちがですね、12に比べたら悪くなったというところが惜しい点でした。はい、エントリーは以上です。ここからミドルですね、かなり性能が激しく揺れ動いたと思います。まあ、ギャラクシー A54、このクラス初めて購入したんですけど、サムスンのエクシノス380を積んでいて、まあ、アンツで50万点で、まあ、そこそこいいというもので、まあ、性能、発熱、写真、スピーカー、バッテリー持ちですね。このバランス性能が非常に高くて、いい端末になってたと。まあ、惜しいところは重さが 202g って重たいところですね。あと 20g ぐらい軽ければ、紙機と言えるぐらい非常に良かったっていうのと、あとイヤホンジャックがないぐらいですね。なので非常にバランス性能が高かったっていうところがいいところだと思います。非常に完成度が高い端末で、まあ、今でもお勧めできる端末だと思います。次行きましょう。Google Pixel 7a。こちら出た時、コスパがすごい、これを買っとけば、まあ、大丈夫だって結構言われた端末ですけど、総合点数76点で、確かにまあ性能は非常に高いですと。上のクラスに搭載しているテンサー G2 積んでるので、非常にパフォーマンスが高くて、カメラとかスピーカー、バッテリー持ち、全体的に完成度が高いってところですね。ただ、まあカメラはそんなにセンサーサイズも大きくないので、まあ、そんなに綺麗な写真が撮れるかといったらそうでもないっていうところが、まあ、注意ポイントと、あと若干重さが重たいってところですね。193g で、しかもちょっと時代遅れ感がある 90Hz。っていうところ、画面も 6.1 インチで小さめなのに193で、まあ、端末のバランスがですね悪いってところが欲しいところだと思います。あと最新のミドルのチップはかなり性能上がってきたので、それに比べると 3D 性能が低いところで、時代遅れ感があった端末ですけど、基本性能は高いので、まあ、今でも競争力あるという端末になってます。次ですね、 Redmi Note 12 Turbo、まあ、こちらの端末は結構衝撃的で、もう今でもコスパがナンバーワンとも言えるかもしれないですけど、7 プラス Gen 2が性能がすごくて、まあ、とにかく性能が高いでも安いという端末になってます。4万円切って数百万点超えという恐ろしい端末です。写真とかバッテリー持ちはそこそこ良好で、まあ、残念だったのがスピーカーがもうスカスカだったってところ、カメラも動画とかお使い物にならないぐらい厳しいところですね。この端末のポイントは 3.5 ミリジャック搭載して 181g なので軽いところですね。なかなか 3.5 ミリジャック搭載してて軽い端末で少ないので、こういったところが非常にポイントだと思います。で、78点でかなり点数も高くて、今でもコスパ非常に高い端末で、こちらグローバルモデルもあるので非常におすすめの端末だと思います。次にですね、この7プラス Gen 2を搭載し対抗で出てきた Realme の GT Neo 5 SE ですね。こちらはもっとコスパがすごくですね、ディスプレイはなんと 1.5K と、スピーカーも Redmi Note 12 Turbo も良くて、基本性能は Redmi を超えたレベルだと思います。で、先ほどの端末よりも点数が高くなって80点ということで、まあ、値段考えるとこの80点ですごい、コスパだと思います。まあ、スピーカーもバッテリー持ちも画面もいいってところがこの端末のいいところだと思います。次、 RP21 の Ultra、まあ、こちらの端末タフネススマホで総合点数73点でこうパクマみたいな形で、重さがとにかく重たいっていうところが弱点で、 398g という超重力っていうところですね。この端末はすごいのは、まあ、ヘリオ G99 でタフネススマホとしてはもう十分な性能で、カメラがとにかくすごくて、サーモグラフィーとか高解像度で撮れるし、 IR ビジョンもかなりすごい性能を持っているので、まあ、このあたりは非常に良くて、バッテリー持ちもすごいいいので、スマホ基本性能を備えてカメラとバッテリー持ちが非常にいいと
というところですね。ただまあ低照度撮影とかですね、動画とか厳しいってところが課題であったりとか、重さが特に重たいので使う人はちょっと限られてしまうという端末になってました。次、シャオミの CV3。 こちら今回3世代目ですけど、メディアティックの D8000 には結構性能が良くて、先ほどのスナドラの7プラス Gen 2にまあ対抗しているチップですけど、アンツズ91万点で、この端末がポイントは軽いってところです。 173g で軽くて、しかもカメラもそこそこはいいっていうところがポイントで、まあ、軽さと性能両立しているところが非常にいいところ、まあ、この端末本当日本の Mi 11 Lite 5G の後継として出てくればすごく良かったんですけど、まあ未だに出てこない。中国では女性受け非常にする、まあ、端末になってて、インカメラがデュアルフラッシュでデュアルカメラになってるっていうすごい端末になってます。で、動画はですね、ちょっと若干のブレがあって、バッテリー持ちもまあそこそこってところなんで、まあ、大きな課題はないんですけど、 3D 性能はですねもう少し欲しいってところと、 なぜかスピーカーがシングルというところが惜しいところ。ただ端末の基本性能は非常に高いので83点になってます。今でも全然ですねおすすめできる軽くて使いやすい端末だと思います。次、 Redmi Note 12T Pro ですね。先ほどの CV3 と同じメディアティック D8200 なので、基本性能は高いんですけど、カメラがちょっと性能悪かったりとかですね、ディスプレイもちょっと抑え気味ってところで、値段をかなり落としてきているところがポイントだと思います。まあ、基本的にこのミドルレンジでこのアンツズ90万点とか100万点ぐらいが出てきているってところが2023年すごいところで、昔ではハイエンドの性能がもうミドルレンジに来ている状況で、しかも安いっていう端末がまあかなり出てきたと。で、この Note 12T Pro は 11T Pro もすごい良かったんですけど、 12T Pro もですね非常によくできた端末だと思います。カメラがちょっと弱いところが弱点で、バッテリー持ちも少し欲しいところですね。で、 3D 性能に関しても端末重量が 200g、 これも CV3 に比べるとかなり重たいんですけど、性能がそんなに出てないってところがいまいちなところですけど、総合得点として80点ということで、値段考えるとかなりいい点になります。次、これタブレットになりますけど、 XiaomiPad6、 これ日本に発売された端末で非常によくできたタブレットで、チップがスナドラ870なので基本性能非常に高いってところですけど、今回ディスプレイがですね 2.8K144Hz で、タブレットとしての基本性能が非常に高いってところがポイントだと思います。基本的に何をやってもサクサク滑らかってところですね。あともう一つ驚いたのがカメラですね。今回カメラがなぜか性能がいいということで、センサー性能以上に良好で、物撮りとか非常に優秀であったところ、動画は厳しいんですけどカメラは意外と使えたところがちょっと驚きの端末でした。で、得点も79点で、まあ、パッド6 Pro の上位に比べたら点数落ちますけど、日本で発売されててかなり安い端末になっているので、今でも全然おすすめの端末になってます。はい、次にモトローラですね。モトローラ2023年相当いい端末いっぱい出してきてますけど、その中でもこのモトローラ140がよくできた端末だと思います。特に 167g の軽量でもありながら性能が高いってところがポイントで、今回メディアティックの8020を続けてきてますけど、アンツ67万点でかなり高性能になってます。しかもですね、カメラも OIS 対応で、まあ、そこそこいいので、性能が良くて軽量でカメラもかなりいいってところが素晴らしい端末になってます。若干動画はですねカクつきがあったりとか、まあ、2D の性能がですね過剰だったりします。バッテリー持ちがその影響でちょっと良くないってところが惜しいところで、おそらく端末画面の更新でバッテリー持ちが良くなる可能性が十分あるので、非常にいい端末だと思います。まあ、総合点数は77点で、まあ、Pixel 7a よりも少しいいんですけど、端末の基本性能を考えると十分 Pixel 7a にですね対抗できる端末スペックで、バッテリー持ちがですね改善すればこの端末の方がおすすめ端末に思います。こちら Redmi Note 13 Pro、 最近レビューした端末ですけど、 Snapdragon 7S Gen 2っていうちょっと変わったチップ搭載してて、アンツツで言うと V10 で61万点で、ミドルエントリーとしては最強の画面強物画面を積んできたところがポイントだと思います。なんと 1.5K ディスプレイなので、これで3万円非常にコスパが高い端末になってます。しかもですねカメラが2億画素で、 OIS で 1.4 分の1センサーで、4倍ロスレスズーム、この3つの性能を考えたらもう破格の値段だと思います。あと 3.5mm ジャックも搭載していてですね、重さも 187g でめちゃくちゃ軽くはないですけど、端末バランスが非常に素晴らしいところですね。この 7S Gen 2がですね 3D 性能が78に比べたら少しいいところもポイントになっていて、惜しいところがバッテリー持ちがちょっと悪いってところが惜しいところと思います。総合性能
79点なので、これですね、日本で春ぐらいまでには出てくる可能性が高いので、非常に楽しみな端末だと思います。はい、ここまでがミドルでちょっと疲れてきちゃいましたけど、次ですね、ハイエンドを紹介していきたいと思います。私のチャンネル結構ハイエンドがメインなんで、ここからがメイン、非常にたくさんありますけど、ざっと見ていきましょう。まずですね、 VIVO X90、 こちらの端末ですけど、イメージで9200で、アンツズ121万点ということで、非常に性能が高くて、画像処理エンジンがメディアテックとつながって、非常に高いカメラ性能を実現しているところがポイントになってます。で、この端末は7万円ぐらいで、ディスプレイ 1.5K で、性能バッテリー持ちカメラが非常に優秀であるところがポイントだと思います。まあ動画は少し改善が必要であったりとか、8プラスジェン1の性能は超えるけど、8ジェン2には負けてしまうというところが欲しいところ。あと発熱が多かったりの性能フルで出せないところ課題ですけど、まあ端末としてはカーバージョンは 196g で、まあまあ軽いので、総合性能85点でかなり高い点数で非常によくできた端末と思います。次ですね、Redmi K60 Pro になります。こちら安くて8ジェン2搭載してて、非常に性能が高いというところがポイントになります。で、今回カメラも IMX800 で、センサーサイズも結構大きいので、まあ優秀で、基本スペックは非常に良かったというところがポイントだと思います。まあ動画はですね、ちょっとブレがあったりとか、まあカクツが大きかったりとか、あとですね、8ジェン2の性能をフルに引き出せるかっていうと、まあそうでもなくて、発熱落ちっていうところもあったので、まあそのあたりの課題があったので、若干性能低くなってますけど、83点という結果になってます。あとこの世代からワイヤレス充電対応してたってところも、端末としては非常にいいところだと思います。はい、次ですね、ヌビアの Z50。 こちらは8ジェン2を搭載しながら、もう超激安だったのでびっくりして購入したんですけど、なんと5万7000円からという端末で、初めてこうヌビアの端末購入したんですが、ちょっと独特の雰囲気を持っていて、カメラが 35mm レンズで、なかなか面白いスペックで、センサーサイズがそんなに良くなかったんですけど、まあまあのカメラ性能を実現してたところがポイントだと思います。総合性能 2D が優秀だったんですけど、バッテリー持ちは普通レベルという感じです。動画はですね、ちょっと厳しかったりとか、スピーカーがなんか謎の音をしてたりとか、惜しいところが少しあるってところが残念ポイントでした。総合性能82点とになりますけど、とにかく値段が安いので、コスパ重視の方には選択の候補にあると思うんですけど、ちょっと変なところがあるので、若干おすすめにくい端末になってたりと思います。いいですね、OnePlus11。 こちら8ジェン搭載ですけど、高性能低発熱、スピーカーバッテリー持ちも良くて、動画若干厳しいところがある。あともう一つは、8ジェン2の性能が 55% 以下なので、結局8プラスジェンは波だったってところが、もう惜しいところ。まあ性能としては88点。全体的にちゃんとしてたってところが、この端末としては非常に良かったポイントだと思います。次に、モトローラと X40。X30 Pro からデザイン品質、端末の性能が底上げされていて、この X40 もですね、非常にその傾向を引き継いでいて、普段使いとかバッテリー持ち、あとスピーカーも非常に優秀で、基本性能非常に高いというところがこの端末のポイントだと思います。カメラも 1.55 分の1で結構いいものを積んでいて、まあ、ディスプレイも 165Hz という結構な性能を積んでいるところですね。でスピーカーが元々は非常に最近良くてですね、こういったところもポイントですし、 IP68 対応で、重さも 200g ギリギリ切って、しかもワイヤレス充電対応というので、あんまり資格がなくて、端末性能非常にまとまってるんですけど、値段がなんと6万5000円からという驚愕の値段になっているので、このあたり考えても、モトローラの最近のコスパって異常というか、もうシャーミを超えてきてるなというふうに思わされた端末です。で次ですね、ギャラクシー S23、まあ、コンパクトハイエンド、8ジェン2のどれぐらい性能が出るのかっていうところが非常に気になった端末ですけど、性能、カメラ、スピーカー、バッテリー全方位が優秀っていうところがポイントだと思います。カメラもですね、 1.57 分の1の OIS 搭載で、あと光学3倍ズームも搭載していて、ディスプレイがサムスンならではというか、非常に綺麗というところですね。あと本体の質感も半端なくいいので、工業品みたいなデザイン性で素晴らしい端末にできてたというところがポイントです。まあ、悪いところは動画が若干ブレてたりとか、まあ、発熱は少し多めで、性能は小さいので限られているところが課題ですけど、まあ、それでも端末としてはかなり頑張っていて、総合性能91点というところで、まあ、重さも抑えられているし、まあ、クーリング性能もそこそこと、カメラもそこそこいいので、非常に端末のバランス性能高いので、まあ、ほとんどの人もこの端末で満足してしまうんじゃないかなというようなレベルになっていたと思います。次にメイズ、初めてメイズの端末購入したんですけど、先ほどのギャラクシー S23 そっくり端末で、先ほどの端末の半分以下と
というもので、Gen 2という端末になります。で、値段を考えるとめちゃくちゃ安いんですけど、かといってカメラが悪いとかそんなことなくて、GN5 で OS 対応とところであったりと、画面がですね、非常に強物で 144Hz、見た目がすごく綺麗なところですね。あと、ちゃんとスピーカーもステレオ対応で、一通り全部揃っていて、8Gen 2で 58,000 円からと。コスパが非常に高いけど、デザイン性も非常に高い端末になっていたというところで、質感とか写真とかですね、スピーカーが非常に良かったというところが、この端末のいいところだと思います。バッテリー持ちがちょっとイマイチだったというところとか、スロットリング制御が非常に弱いところで、発熱が激しいところが、この端末の弱点だったんですけど、まあ、値段を考えると、このデザインとかですね、質感考えたら非常によくできた端末だと思います。83点、そこそこ点数もいいと。今、Maze 21が出ていてですね、あちらも、値段性非常に高いので購入するかどうか悩んでますけど、メイズの端末デザインに関してはギャラクシーに戦えるぐらい非常に素晴らしいものを持っているなと思いました。次ですね、 POCO F5 Pro、 こちらはまあ8プラス Gen1 になりますけど、基本性能普段使いですね、そこそこ優秀で、とにかく値段が安いのでフラッグシップキラーという感じになります。動画とかですね、ちょっと厳しかったりとかするんですけど、あと8プラス Gen1 の制御がちょっとうまくいってなかったところがあったところ、まあ基本的なスペックはちょっとカメラが弱い、ディスプレイはそこそこいいってところで、そこそこの性能を求める方向けと、点数も80点になってます。次に Xiaomi Pad 6 Pro、 こちらは Xiaomi のタブレットで 8+Gen1 で非常に性能が高いところがポイントになります。あとディスプレイが 2.8K ディスプレイで非常にいいディスプレイを積んでいるので、もう普通に使う分には何も問題がないっていう感じですね。あとカメラがセンサーサイズの割には優秀だったところで、この JN1 の使いこなしが素晴らしかったっていうところが、ちょっと驚きのポイントで、一応カメラも 4K60fps が撮れるっていうような、まあタブレットですけどカメラもそこそこ使えるとなっていて、点数86点で、まあ、結構いい点になってます。次は Asus の Zenfone 10ですね、まあ、コンパクトハイエンドとしては Galaxy S23 対抗になりますけど、 Zenfone 9 が非常によくできてたので、 Zenfone 10で 8Gen2 の性能をどこまで引き出せるかってところがポイントだという端末でしたが、まあ、こちらですね、バッテリー持ちとかカメラが、まあ、前回より改善してて、普段使い性能っていうのは非常に素晴らしいものになってます。まあ、写真の性能も結構上がってたってところがいいところで、ただ性能に関しては Zenfone 9と比べたらほとんど変わらないってところで、多分もう筐体の冷却性能がですね、もう差し入っちゃってて、 8Gen 2だから性能出せるっていうようなレベルに至ってないってところが、まあ残念なポイントだと思います。まあ、それ以外のところは改善しているので、まあ、端末も 172g で軽いし、ディスプレイもですね 5.9 インチで非常にコンパクトな端末になっているので、まあ、小ささとあと性能の両立ってところは、まあいいところ。最終的には Zenfone 9 88点対して89点なので、まあ、1点改善なので、徐々にこう熟成されてきて、 Zenfone 10はですね、まあ、小さい端末としては完成度が非常に高いものになってました。次にですね、 Galaxy Z Flip 5、 これ折りたたみで 8Gen 2なので、まあ、そもそも性能出るのかっていうところが気になるところですけど、サブ画面が大きくなっていて非常に利便性が上がってたところと、まあ、画面とかでスピーカー普段使いの性能は非常に高いところで、 Gen 2の性能を出すっていうよりも 8Gen 2をそこそこの性能で、バッテリーが3700しかないので、まあまあバッテリー持ちもちゃんと確保するようなチューニングになってましたというところで、 Z Flip 4よりもですね、完成度上がって83点なので、まあ、この点は非常に良かったと思います。写真も動画もですね、前のカメラよりも性能が改善されているところがいいところで、まあ、3D 性能はですね、ちょっと期待できないんですけど、あと 2D 性能も若干過剰だったので、バッテリー持ちがもうちょっと頑張れそうなところが改善ポイントとして残ってたという感じになります。あと私的な一番気になる折り目のところがですね、やっぱしへこんじゃってるので、まあ、こういったところが改善されてこないと、ちょっと折りたたみスマホっていうのは使う人を選んじゃうなと思います。次にですね、Vivo の IQ Neo 8 Pro、 こちらコスパが異常というか、 Vivo のカメラの性能を持ちながらもゲーミングスマホみたいな感じで、重さが196で、まあまあゲーミングスマホとしては軽めなんですけど、画面、スピーカー、写真、バッテリー性能が非常に高いというところですね。動画はちょっと厳しいという感じになってました。あと 3D 性能はディメッシュで9200の 50% ぐらいしか出てないので、まあ、ちょっと性能をですね、出し切れてないというところが欲しい端末でしたけど、まあ、総合性能87点で、かなり値段を考えるとよくできた端末だと思います。次ですね、Redmi K60 Ultra、今日本で発売されている Xiaomi 13T Pro のベースになった端末になってます。こちらのモデルは、まあ、カメラと基本性能は非常に優秀で、バッテリー持ちも普通になってました。で、2D の性能とかは、もうちょっと抑えてですね、バッテリー
テリーもじゃあ改善できそうだったところと、あと 3D の制御はちょっと不安定で、あんまりディメンシー9200の線を出し切れてなかったというところが残念ポイントですけど、広く8対応で83点で基本性能はしっかりしてたという端末になってます。値段もですね5万円超なので抑えられるという端末になってます。次にですねレッドマジック8 Pro、まあ、このゲーミングスマホでこのファン付きでいつも性能とんがってるんですけど、 8.2 の最高性能を引き出してきたっていうところがこの端末のポイントだと思います。各社 8.2 性能がいいんですけど、なかなかフルの性能引き出せてないところをファンを生かしですね最高性能出してきたってところがポイントで、バッテリー持ちも20時間ぐらい持ってて異常なぐらいバッテリー持ちがいいってところと、もう一つはアンダーディスプレイカメラでフルスクリーンディスプレイの使いやすさがポイントだと思います。ただスピーカーがちょっと弱かったりとかそういったところはあるところと、カメラもちょっと厳しいってところが課題で、総合性の84点という端末になってます。はい、次ルンビアの Z50S Pro、こちらの端末ですけど、 8Gen2 のリーディングバージョンを搭載して 2D 性能とか画面とかスピーカーとか基本的な性能は非常に優秀という端末になってます。カメラも非常に性能が高くて夜間動画以外は非常によくできていたというところと、あと性能は 8Gen2 の6、7割ですけど、まあ、全体的には非常に完成度が高くてですね88点というかなりの高性能な端末になってます。次にソニーの Xperia 5 Mark 5ですね。こちらの端末 Xperia の 1 Mark 5の廉価版で、小さいながらもですねカメラもそこそこの性能でバッテリー持ちがいい端末になってましたと。でカメラセンサーは上位から譲り受けたもので 1.35 分の1で、この端末サイズからするとかなりのいいセンサーを積んでますけど、若干露出制御とか一例の動画の改善が必要だったところと、あと 8Gen2 の性能を引き出せてなかったってところが大きな課題で、スロットリングもかなり強めなので性能が限られているんですが、 3.5mm マイクロ SD 全部入っているので、端末スペックとしては非常に良くて、総合得点も89点でかなりのスコアになっています。ワンマーク5の悪いところもちょっと改善しているところがいいところと思います。次 Xiaomi14、 ここからもう 8Gen3 の時代になってきますけど、今回バッテリー持ちとか基本性能、あとカメラも非常に性能良くてほぼ死角なしの端末になってます。で昼間の動画もいいし、夜間はちょっと厳しいんですけど、ちょっと問題だったのが結露が発生してカメラが曇っちゃったってところが問題で、なんか Xiaomi の 13T Pro とか日本の端末も同じ状況になっているのを後で聞いてびっくりしたんですけど、ここはですねちょっと懸念事項としてはあるなと。あとですね惜しいところが、 Xiaomi 13の時は結構性能を引き出してたんですけど、今回の14は8Gen3 の 70% ぐらいの性能しか出してないので、ちょっとここがですね惜しいところで、まだまだ完全な制御ができてないところと、高負荷時高発熱ってとこですね。ここが改善されると紙機になりうるスペックを持っていて、今は90点となります。カメラは特に望遠テレマクロが使いやすかったりとか、あと 1.31 分の1センサーの出来が良かったりとか、まあそういったところを含めて13よりいろんな面で強化されていい端末だと思います。次にですね Redmi K70 Pro、 こちらも 8Gen3 ですけど、基本性能は非常に全体的に優秀と、バッテリー持ちとかですねカメラもそこそこ優秀だったんですけど、ちょっと動画が不安定だったりとか、やはりこの端末もですね 8Gen3 の端末としては性能引き出せないってところが弱点ですけど、低発熱の方向に振っていて最大性能がまあ低めという感じになっていて、まあその最大性能を含めて大体2500点ぐらい 3D マークあったので、まあ、普通にゲームする分には十分な性能を低発熱で実現できるってところがこの端末のポイントだと思います。あとディスプレイもですね 4000nit でかなりいいもので、余計な機能がなくて基本機能に絞ってコストを抑えて性能を出してきたという端末になってます。総合点数が84点になってますけど、ちょうどこれが出た後にリアルミの GT5 Pro 同じような値段で半端ない性能を出してきてるので、ちょっとコスパという面では競合に劣っちゃってる面があるところが残念な端末に今なってます。はい、ここからですねフラッグシップいきたいと思います。フラッグシップ端末なので各社すごいのがいっぱい出てくるんですけど、 Vivo X90 Pro、まあ、こちらもうこのカメラがとにかくすごくてですね、1インチカメラでもう HDR 最強って端末になってます。で性能バッテリー持ちカメラ全てが優秀でですね、で望遠がですねギャラクシー超えるかなと思ったんですけど、わずかな劣ってしまうってところと、動画もですね iPhone にはちょっと負けてしまうってところが残念ですけども、基本的にカメラ性能素晴らしい端末になっているので非常によくできた端末で、今でもですね
十分なスペックを持っている端末になります。課題は 3D の利用時に爆熱になってしまうというところと、あとネットジェン2の性能をフルには引き出せないというところですね。端末スペックとしては88点で非常によくできた端末になっていると思います。次に Galaxy S23 ウルトラ、もうこちらはもう Android 最強と言われるだけあって、今回 S22 ウルトラよりもですね、ちゃんと圧熱制御とかそういったところも抑え切ってきて、まあ、全方位優秀というすごい端末になってたということで、総合点数なんと92点という、この質感からバッテリーライフまで全部10点というすごい端末になってますと。まあ、重さはさすがに重たくなってるんで減ってますけど、もうほぼ全てにおいて完成してる感じですね。で、動画はやっぱしちょっと iPhone に負けてしまうんですけど、望遠に関しては Android の中最強という端末になってて、あとこういったタッチペンがついたりとか、もう言うことがないというか、まあ、これ持ってれば何でもできてしまうなというような、非常に素晴らしい端末だと思います。100倍ズームとかすごいですよね。で、重さがちょっとやっぱ弱点で 233g で重たいってところが唯一の弱点だと思います。あと 3D 性能も最大性能の約 64% なので、一部の 8 プラス Gen1 端末で負けてしまうってところが惜しい端末になってます。で、次ですね、オナーの Magic 5 Pro、 今回私初めてオナーの端末評価して、これ可変絞りとかカメラがとにかくすごいっていう評価があったのでここにしたんですけど、全てがすごいっていうわけではなくて、いい面もあれば悪い面もあったと思います。全体的には非常に優秀で、まあ、望遠とかギャラクシーに勝つとかちょっと思ったんですけど、そこは負けてしまうってところですね。で、レンズがちょっと微妙だったりとか、まあ、DxO マークの評価では最強レベルだったんですけど、まあ、そうではなかったってというようなところが、まあ、残念なところで、8 Gen 2の性能もですね、あんまり引き出せなかったってところは、ちょっと想定外で、こう、ベーパーチャンバー積んでるかどうかもわからないんですけど、カメラセンサー、結構いいんで、これカメラはすごいんですけど、8 Gen 2の性能が引き出せないってところが課題だった端末になってます。点数に関しては85点ですね。まあまあいいんですけど、ちょっとクーリーディングデザインとか、何度かアップデートして、アップデートするたびに性能チェックしてるんですけど、未だに性能改善してないので、ちょっとこのあたり、オナーの次の Magic 6 Pro どうなるのかってところが非常に気になってます。で、いいですね、Oppo Find X6 Pro。こちらの端末も結構すごくて1インチ搭載で、また望遠も120倍まで対応というすごい端末になってます。 8 Gen 2の性能をこの端末が引き出せないというところが、まあ、先ほどのオナーと同じような状況になっていて、そこが残念ポイントですね。で、カメラは結構いい結果になってますけど、超広角とか望遠性能は今一歩というところで、ちょっと Oppo のフラッグシップとしては少し期待外れな感じもあって、総合性能84点でフラッグシップとしてはちょっと物足りない感じですね。マリシリコン X のところがですね、あんまり性能生かしきれてないというところが残念なところと思います。次、Find X7 Pro が出てくるので、そちらに期待ですね。次ですね、Xiaomi 13 Ultra。こちらも1インチですね。1インチセンサー搭載のフラッグシップスマホかなり出てきてますけど、その中でもこちらの Xiaomi 13 Ultra はですね、ライカと共同で素晴らしい画質を実現してたってところが、この端末のポイントだと思います。とにかく写真が優秀ですというところで、ただレンズとですね、露出制御 HDR 望遠というところが今一歩惜しいところで、まあ、Vivo と比べるとちょっと負けてしまうところがあるというところですね。あと放熱に関してちょっと弱くて、高負荷の時発熱が少し多めだったところが今後改善期待されると思います。まあ、次の Xiaomi 14 Ultra がどうなるのかというのは非常に気になるところですね。総合性能は88点になります。次にですね、 ASUS の ROG Phone 7、 ROG Phone シリーズはですね、スピーカーがとにかく最強で、7も最強と、あとバッテリー持ちもすごい、まあ、処理性能に関してはまあ全てトップクラスになってます。で、カメラに関してはちょっと IMX766 をあまり引き出してないというところが弱点で、まあ、動画もいまいちだったところですね。前作の ROG6 に比べたらちょっと冷却性能が不足しているのか、あんまり性能を引き出してないというところが残念なところで、やっぱり8プラス Gen1 と8 Gen 2でだいぶ基本性能は違うので、まあ、そこに対しての冷却性能がちょっとレッドマジックと比較すると苦しいところが出てきていると思いました。で、総合性能は84点になります。次に Xperia 1 Mark 4の時は結構散々だったんですけど、1 Mark 5、 8 Gen 2チップになることでどこまでいけるかってところがポイントだというところと、新しいカメラセンサー、こちらが非常に期待があった端末ですけど、バッテリー持ちとかですね、カメラとか前作よりも明らかに改善してて、そのあたりは良かったと
思います。ただカメラのセンサー性能っていう基本性能のところはすごくいいっていうのは見えたんですけど、まだまだこうロスとか HDR 性能とか、まあ、そういったところに改善の余地があるところと、端末としての冷却性能が不足しているので、Gen2 の半分以下、しかも 46% しか性能出てなくて、スロットリングもかなり強めで不安定なので、ちょっともう187g の端末重量に 3.5mm弱 マイクロ SD で 8Gen2 でこのカメラセンサーサイズ超高密度なので、もう冷却性能のところはどうしようもないのかなっていう感じですね。で基本性能はまあいいので、総合スペックとしては88点と、で前作のワンマーク4に比べたらだいぶ基本的な性能上がってるので、この Xperia ワンマーク5に関しては非常に前作よりもですねレベルアップしてきたなと思いました。次ですね、シャープのアクオス R8 Pro。まあ今回私初めてのアクオスのフラッグシップ購入したんですけど、普段使いとバッテリー持ちが優秀だったんですけど、もう画面がスペックの割に何これって感じだったりとか、スピーカー音が良くなかったりとか、惜しいところがいくつかあったと。でカメラも他のベンダーと同じく IMX989 で1インチですけど、センサー性能全然発揮できてなかったりとか、あと冷却もカメラのリングを使ってクーリングするから期待してたんですけど、そんなに良くなくて 3D 実用性能は約半分ぐらいで、まあ、低発熱の方向に振っているんですけど、まあ、かなりスロットリング強めて性能はそんなに出し切れてないってところが惜しいところですね。まあ、3.5mm弱 マイクロ SD 搭載で、まあ、日本に発売されている端末としてはフルスペックでハイエンドってところが非常に希少なところはあるんですけど、ちょっと基本的なスマホ性能を見た時には惜しい点がかなり散見されるという端末になっていて、その影響もあって端末の点数は79点となってます。次にレッドマジックの 8S Pro。 こちら 8Gen2 のリーディングバージョンを搭載してた端末で、さすがレッドマジック前からず最高性能を実現し、 2D 性能も非常に高いと。でスピーカーがなんかこう解像度が足りなかったりとかするところが惜しいところと、あとカメラがちょっと劣化してたりとか動画がです厳しいところで、まあ基本的にゲーミング性能重視で基本性能が高いところがこの端末のポイントで、総合点数は87点になってます。次にですね、 Xiaomi Pad 6 Max タブレット 2.8K 14インチで8+1は非常に大画面が快適だったってところと、スピーカーもなんと8スピーカーなので音がめちゃくちゃいいので、低発熱で基本性能が高い非常によくできたタブレットになります。Pad 6 Pro とか Pad 6と比べても一番最上位の総合性能88点になっていて、こちらも JN1 のセンサーの性能以上のカメラ性能を実現していて、まあ、非常によくできたタブレットと思います。で、この大画面化に対抗してですね、Galaxy Tab S9 Ultra、こちらも結構値段が高いんですけど、しかも8Gen2 搭載してて 14.6 インチで、しかも AMOLED なんですね。非常に画面性能も高いので、もうこれも本当に画面が綺麗で超快適なタブレットになってました。スピーカーも申し分なくて低発熱で非常に高性能で、カメラもそこそこ良好だったので良かったんですけど、バッテリーが 11200mAh の割には持ちがいまいちだったってところが惜しいところで、値段がかなり高くて値段半分ぐらいの Pad 6 Max と同じ総合スコアという非常に微妙な点数になってますけど、まあ少なくとも今出てる Android のタブレットの中ではもう最高スペック最高クラスのタブレットだと思います。マイクロ SD も搭載してるし GPS もあるし、まあ海外版だと LTE とかも対応してるので、もう弱点がないタブレットだと思います。いいですね。Google Pixel 8 Pro。まあ、ついにこうテンサー G3 ってところで、もう 8Gen2 が出てしまって、それと比べるともう性能はだいぶ見劣りしてしまうってところが気になるんですけど、基本的なバランス性能は非常にいいってところと、まあ、画面もですね、良くなって、まあ、これ AI スマホってところでなんか違う方向にもう向かってきていってるかなと思います。で、カメラの画質はさすが 1.3 分の1インチセンサーなので、基本的には綺麗ですけど、HDR とかロス制御に関しては弱いってところ。あと録画時の発熱問題が7 Pro の時にあったんですけど、それも改善したところはいいと思います。ただ、Tensor G3 の性能を引き出しているかっていうと、G2 からの性能改善2割ぐらいしかなくて、まだ不安定で、ちょっと値段が16万っていうところを考えたら値段高すぎで、この性能でこの値段かっていう感じなのが一番厳しいところと思います。まあ、バランス性能は高いんですけど、総合スコア80点なので、もうちょっとスナップドラゴン系の端末と比べたら時代遅れになっちゃったかなと思いました。次に Xiaomi 14 Pro。こちらが Xiaomi の 8Gen3 の今一番最上位のモデル。こちらですね、バッテリー持ち含めて非常に高い基本性能を持っていたところと、カメラが特に
優秀だったところですね。で、夜間に関してはちょっと問題がありますけど、一番残念だったのが 8Gen3 の制御が不完全で不安定だったところで、まあ、8Gen3 初搭載ということもあったので、まあ、レビュー時ここ保留って書いてますけど、ちょっとこう性能のところがうまく出し切れてないというところが課題で、点数は85点になってます。このあたり改善すると90点近くにはなると思うんですけど、そこが惜しいところですね。次にですね、 Apple iPhone 15 Pro Max、 これちょっと争奪戦に負けちゃったんで3ヶ月遅れで入手したんですけど、チップがこの最新の A17 Pro、 これが結構性能どうなのかってところがあんまり出てなかったところが惜しいところで、冷却性能不足ってところがもう今回も出ちゃってるなというところですね。ただ14 Pro Max に比べると明らかに48メガのカメラ性能が上がってるとか、バッテリー持ちとかも良くなっていて、端末としては特にこのチタン筐体が驚異的で、重さが 221g で端末基本性能が優秀で軽くなったことで総合性能91点になります。まあ、ほぼ死角ないですね。まあ、さすが iPhone の端末って感じではあるんですけど、カメラに関してはむちゃくちゃいいかって言ったらそうでもなくて、望遠は強化されたといっても Android に比べたら全然ダメで、解像度低かったりとかしますと。で、動画は相変わらず、まあ、HDR の制御はなぜか優秀で最強となってます。まあ、一番残念なのは A17 Pro の性能が全然活かされてないっていうところですね。まあ、このあたりちょっと今後の17とかどうなってくるのかなっていうところは非常に気になりますけど、ちょっと iPhone に関しても冷却構造の変更っていうのを今後していかないと、まあ、CPU が良くなっても性能を出し切れないっていうところが課題になってくると思います。あと USB 対応っていうのも良かったですね。いいんですね、 VIVO X100 Pro、これも最近レビューした端末ですけど、ちょっとこの端末に関してはもう驚くべきカメラ性能っていうところで、メディアテックの D9300 世界初搭載で、もう Vivo 独自の画処理エンジンがすごいんでしょうけど、とにかくカメラが優秀で、の望遠とか、あと Vivo 自体 HDR 性能最強だったんですけど、それをさらに良くしてきたってところが素晴らしくて、まあ、性能、バッテリー持ち、カメラ全てが優秀で、もう特にもカメラはですね、これに勝てる端末っていうのは、まあ、動画は iPhone に負けちゃうんですけど、それ以外ないんじゃないかっていうくらいのレベルになってます。で、まあ、課題としては9300の性能を冷却性能が足りてなくて引き出せないっていうところですけど、低発熱の方向で運用できるので89点になってます。まあ、性能をめちゃくちゃ求めなければ、カメラが素晴らしくいいので、それだけでも買う価値がある端末だと思います。次にですね、レッドマジック9 Pro プラス、こちらも 8Gen3 で、まあ、レッドマジックのファンを生かして最強性能出てくるのか非常に気になるところですけど、レッドマジックのファン付きでさえですね、 8Gen3 の 70% という結果に終わってます。ちょっとこのあたりが少し残念ポイントですけど、今回カメラがフラットデザインになっているところが良くて、カメラもかなり良くなっているところがポイントだと思います。あとディスプレイもアンダーディスプレイカメラをさらに強化してきて性能上がっているので、普段使いもカメラも含めて使えるところが、非常に端末の完成度がかなり上がってきたなと思います。デザインもですね、非常に良くなってきたところで、残されたのはスピーカーですかね。まだ解像度が低いところが問題なのと、 8Gen3 の最高性能をいつ引き出せるかってところで、まあ、端末総合性能89点でかなり高い性能を実現しています。日本にも間もなく登場予定で、今後は非常に楽しみですね。はい、49台の理解り以上になりますということで、今回かなりのレビュー端末をご紹介しましたけど、気になる端末とかどうですかね。私は非常に気になってますけど、いろいろ点数をつけてるので、総合点数がどれが一番いいかっていうのは去年は発表してたんですけど、今回はカテゴリー別で見てみようかなってところと、前回コスパ含めてランキングつけてほしいということがあったので、レビューの時はコスパが指標に入れてないんですけど、独自にコスパ考えてランキング付けやってみようかなと今考えてます。まあ、このあたり整理したらご紹介したいと思います。あと2023年もかなりの端末をレビューして、まあ、チャンネル登録の方もだいぶしていただいて、今1万7000人ぐらいだと思うんですけど、もうすぐ2万人いきそうなので、引き続き頑張っていきたいと思っています。2024年も端末のレビュー、結構このペースで続けるの厳しいので、ちょっと減らさないと厳しいかもしれないですね。ちょっと他にもいろいろやりたいことがなかなかできてない状況なので、2024年はちょっと端末のレビューを絞りつつ、もう少し深いところで踏み込んでいきたいと思ってます。はい、かなり長い動画になってしまいましたけど、ランキングの方も整理できたらご紹介したいと思います。2024年も引き続きご支援のほど何卒よろしくお願いします。それではまた。